どうもご苦労様でありました。いや本当に素晴らしいあのシンポジウムまたあの成果発表会で私もずっとお勉強させていただきましたことを厚く御礼申し上げます。まず成果発表会ですが、あのー、もう。 いわゆる教育研究として大変あのレベルの高いといいますか文字通りトップレベルの,あの研究をされたんだろうという,うに思っておりますえたまたま先般ですね2月に私あの私の友人がポーランドからあのやってまいりましてえそしてあの急にですねえ学校訪問したいんでと言われましてえ主にまあ幼稚園の方の専門のまあ先生でありましたけどもまあポーランドから3名の人が来ましたので。 まあ、あの財団にお願いいたしましてですね乗輔さんにお願いいたしまして今日ご発表ありましたあの板橋の第四小学校に連れていきましたそして、えーまあ、彼女、まあ、あの女性の先生、まあ、大学の先生でかつあの幼稚園の園長さんもさしていただいたんですけどねたまたま行った時にあの体育の授業でマット,マットじゃない鉄棒をやってたんですね でその鉄棒の様子を見て,そして子どもがです、ね、その様子をタブレットで写してそして自分で自分の鉄棒の姿というものを振り返ってこうやって直せばいいんじゃないだろうかという、まあ、その光景を見た時にびっくりしましてですね日本はこんなすごいことやってんだということをあの感想を述べました。であのそういうういい点で,です、ね、日本のそのののの活用の仕方のレベルというのは世界から見れば かなりというよりもかなりトップレベルの,その実践をやってるんではないかということをあのしみじみ感じたことを思い出しておりますでかつあのそれらの研究がやはりあのこのように実っているのは私はあの専門の先生方のアドバイスだろうと思うんですねでこれたまたまあの今日え文科省の豊島課長と会いましてですねえちょっとあの 変わられまししたたののででご挨拶申し上げたんですがこのパナソニックのこの専門委員の先生方をモデルにして今文科省はいろんなアドバイスを考えておりますということを言われておりますでそういう点であの多くの30名あるいは40名の非常に優れたあの専門の先生方がおられるということはまあ我々の誇りというふうに考えております。特にこの分野は これまでの学問分野ではなかったんです。教育研究っていうのは、あの実践と理論を結ぶとよく言われます。よく言われるけども、ほとんど実現されてなかったんですね。 このパナソニック財団といいますかあるいは教育工学といいますか情報教育といいますかそういう中で本当の研究に結びつけるというのは並大抵の能力ではないと思っております今日のいろんな発表を聞いて私はそのことを強く感じたところで専門医の先生方今日のコメンテーターアドバイザーの大学の先生方に厚く御礼を申し上げたとともにそれから皆さんの優れた実践これを大いに世界に向けてもっと発展、えー 外に出していいのではないかというふうに感じましたそれ二点目はあの先ほどの影藤先生中心の,あの普及のシンポジウムですねこれも大変印象深いシンポジウムがあり,ありましたことを大変私も印象深く思いました吉崎先生が言われたようにですね一体どこでタブレットを使えばいいんだそれが分からなければ現場で使えませんぜひあの いわゆる通常ののここれまでででで指指導導案案ととは違うううができて当たり前だだ思うんんすねどうで使うんだそれから2番目私は教育委員会でもう吉崎先生言われましたけどもどうやって使うんだそのためにはですね私は今自分もやってるんですが教育委員会のアドバイザーこういうものをや,やりたいなと思っております、えー、たまたま私は某、えー、県のですね教育委員会に行ってまいりまして。 そしてどうやって導入したらいいんだというアドバイスをもうやらせていただきましたけれどもぜひこういうものも財団として取り組みないなたいなといに思っておりましたそれからただもう一つあるのはですねなぜ導入するんだとこの哲学もいるのではないかと思っております単に ICT を導入すればまあ効率であるとかですねそれではですねやはり普及しないんだろうと思うんですねなぜ なぜ ICT が導入することが意味があるのかまたそれがどうして教育にとって本質的であるのか今や本質的であるというふうに私はだんだん認識取りますえデジタルという環境がこれまでは単なるツールであるとか環境であるとかいわいわば教育にとって本質ではないと思っていたものが実はそうではないんだと我々の認知や思考やそういったすべてのものに デジタル環境というのは大きな影響を与えつつあるというのが今の認識になっておりますでそういう点でなぜ我々が、えー、ICT 環境というものを大切にしこれを取り入れていくことが教育にとって非常に重要なんだというなぜの部分も、えー、研究もしていく必要があろうかと思いますそれから最後3点目でありますでこれはあの私の課題です。 これまでの実践は確かにですね世界レベルで通用するレベルの高いものであるということもよく分かりましたただ一つだけ今私が思っているのは高等学校です高校の ICT 環境をもっともっと導入して変えていきたい。 高校の改革をやりたいというのは私があの今あの感じているところです。これはあの、えー、その金村さんにもちょっと申し上げましたけれどもですね、高等学校の改革が始まります。大学の入試改革が始まりました。本当の意味での入試だけのペーパーではなくて、本当の学力というものを身につけるための高校生にしないと、彼らがやがて世の中に行った時に。 え力を発揮できなくなるやろうでそういうための ICT を活用する高校の改革をやはり財団としてもやったほうがいいのではないかということでちょっと藤田の事務局長ともいろいろ相談をさせていただいているというのは状況であります、まあ、そんなことで今日は大変実りの多い成果発表会なるびにシンポジウムができましたそして皆さんのにその発表をしていただいた皆さんとそれからアドバイザーの先生に熱くお礼申し上げてまあ総括と総評とさせていただきます。どうも ありがとうございました。